コンフランサントノリーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。コンフランサントノリーヌは、県北東部、バルドワーズ県と接している。パリからの距離は、約20キロメートルである。オワーズ川と合流するセーヌ川のウガン沿いで、コミューンは発展してきた。コンフリンズとは、ラテン語由来の名称である。サンとは、年にこの地で、 生遺物が見つかった聖人を指す名称で、1200年代以降に地名に付けられた。西部鉄道、アルジャント・ユーマントロセムのポスター。コンフランの川辺が描かれている8世紀以降、軍の前哨地となり、王領の最西端となっていた。9世紀半ば、シャルトル司教とルーアン司教と争って、パリ司教がコンフランの荘園を獲得した。876年。 バイキングの来襲を受ける。13世紀以降、モンモランシー家の所領となり、一時は他家へ売り渡されたが、アンヌとモンモランシーは、先祖の領地を買い戻した。ルイ13世取主流への反逆で、アンリ2世とモンモランシーが、残首家に処されると、家計は絶え、アンリ2世の姉で、コンデコーヒであったマルグリッドが借位と領地を継承し、以後コンデコーが世襲した。 1776年、売りに出されていたコンフランを含む荘園を、フロリモン・メルシー・イコール・アルジャン島伯爵が購入した。1855年、セーヌ川上での河川運送が始まった。砂上につながった蒸気船がパリとの間を往来し、パリの都市化に貢献した。1877年、西部鉄道が開通した。フランス第二帝世紀。 内陸高校でパリへ石を運搬するのが容易であり、コンフランはパリのコンコルドイコールマドレーヌ地区の建設に貢献した。1892年、西部鉄道のアルジャント・ユーマント路線が開通し、コンフランとサンラザール駅が約40分で行けるようになった。二つの道路橋、二つの鉄道橋を持っていたコンフランは1940年6月8日に、 ナチスドイツに爆撃され、住民たちが脱出した。1944年5月25日から8月19日まで、連合国軍の爆撃が15回行われ、コンフランは50人の死者を出した。1956年、コンフランは、アンドレ・ゼレール将軍によって、クロワ・ドケール勲章を授けられた。2009年に行われたパルドン・コンフランサント・ノリーヌは、 フランス国内での河川運送の中心地とみなされている。毎年6月、全国、川船のパルドンと呼ばれる祭りが開かれる。祭りの間、コンフランから川船の行列がセーヌ川を降り、パリの無名戦士の墓には、松明が点灯される。ありがとうございます。